般論でお前は騙されてる。いや、騙されてるか。お前はすぐそういうのに騙されるんだよな。まあ、騙されてるかどうかわからないけど。じゃあ、思い込まされてるだけだよ、お前の場合は。でもさ、みんながそう言うからそう思うんであってさ、お前は自分で何にも判断し、何一つ判断できない。ね。でもさ、メロンが好きだとかさ。だ、それ始まる、お前さ、ね、メロンはうまいっつって。メロンが好きだとかいうのもさ、ほんと腹立つよな。ほんとさ、お前さ、メロンが高いから好きなんだよね。それさ、高いっていうさ、それでメロン、みんながメロンがうまいって言ってるから、自分は、大して味もわかん、全然わかんないくせに、メロンが好きだと思い込んでるだけ。それが先入観ですよ。それ、何が？それこそが、先入観じゃない。お前はそうだ。そういうやつ。いや、そういう傾向は他ではあるかもしれない。でも、ことメロンは、いや、メロンは、本当にうめえ。絶対、お前は、いやもう、絶対、そんなのメロンが本当にうまい。もしね、安かったらお前は好きになってない。それはないって。絶対そうだって。なんで安いんだろう、こんなうまいのに。いやいや、今頃絶対今頃メロンって言ってるよ、お前。だいたいね、お前はメロンが安かったらもう絶対見向きもしない。だったら1位にするでしょ。え？俺は2位だからね、メロン。だからそれもう前から言ってるように、俺は桃が1位で2位がメロン。ね？だったらお前のそのあれで言うんだったら1位じゃねえかよ。何が？お前のその俺がね、人が言うから。1位にしろよ。だから1位では、だからそれは俺が公平に味で判断してるから。違う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 。桃が1位のやつがメロンが2位に来るわけないんだよ。それがおかしいんだ。いいじゃん、人それぞれ好みは。よくない、よくない、よくない。桃は1位だったら、またそれやんのか。メロンは全然違う果物でしょ？桃が1位だったら。いや、お前1位な、お前は1位なんだっけ？桃だよ。2位はなんだよ？イチゴ。ほらお前イチゴだよ。それはなんだよ、桃が1位の人が2位がイチゴっていうのは、その理論で言ったらおかしい。なんでそれはあるよ、ね、全然だ。それはあるよで。あるよ。え、だ、イチゴはだって美味しいじゃん。はぁひどいひどいメロンはだって美味しい。メロンはだって美味しいじゃないか。美味しくない。おぉメロンは美味しくない。全然美味しくない。メロンなんて青臭いだけだ。今高いとこから落ちたような気分だった、なんか。メロンなんて全然美味しくない。だ高いだけ。それは、それで、お前は。お前の味覚度はいいよ、別にメロン美味しくない。桃が1位っていう人の味覚なんだよ。桃が一番好きな人の味覚だったら、絶対2位は、ネクタリンとかだよ。じゃあ、お前は2位はネクタリンじゃなくて、イチゴだろ？ネクタリンだよ、俺。え？ネクタリン。イチゴだったじゃん。イチゴ3位。ネクタリンが2位。じゃあ、スモモは？スモモは4位だ。イチゴは食い込むんだ。いや、だから、そのさ、一般的に、サクランボとかね。うん、だサクランボは俺3位だ。だからおかしいって、そんなの。じゃあ、メロンが2位っつうのは絶対おかしい。ありえない。ありえない。ありえないよ。桃が1位でメロンが2位。いや、美味しくない。全然美味しくない。騙されてんだよ、ね。え、でもさ、大沢さん。お前はさ。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。みんなが、ね。いや、だからさ、そう。高いとか、じゃあ逆に、逆にね、考えたら、じゃあもし、なんつうの、もしじゃねえな。本当にさ、俺がさ、好き、ね、な場合を考えてみると、ね。お前はだから、おぐりキャップとかさ、馬でもさ、おぐりキャップが好きだとかさ、またさ、そういうにわかなんだよな、お前の場合さ。だからそれとさ、メロンは違うじゃん。にわかとかじゃん。っていうかさ、まあ、そんなさ、しかも今、おぐりキャップとか言ってにわかって言われてもさ、もう十何年前の馬だから、にわかとか言われてもピンとこないでしょ。おぐりキャップが、うん、あれでみんな女とかが、競馬ファンになる、うんうん。それはそれと同じなんだよ。いや、それは別にいいんですけど、それ、で違う、そのメロンとね、メロンがさ、おぐりキャップってさ、お前さ、全然俺から言わせればさ、お前なんかさ、もう、競馬ファンとは言えないよね。いや、ただの、なんか、なんかもう、ほんとクソだよね、お前。また出たよ。結局さ、お前は、そうと、シビーだよ。バカだよ、バカだよ。バカ。ね。このさ、メロン、これさ、まあほら、糸井さんがさ、たまたまこのメロンと桃の話をさ、ラジオをさ、偶然聞いてて、で、すげえ、ね、笑ったって話してて、で、その後糸井重里と会った時に、その通りだと思うって言われたじゃん。うん。それがショックでさ、俺、あんな糸井重里っていう、ね、
あんなこう、白色でね、こう、すごい人がさ、糸井お前もかみたいな気分になったっけ、俺は。何が？だってメロン本当に俺好きなのに。いや、そんなわけはないって。だからそうしちゃうんだ。そんなわけはないって。お前は自分でもわかってないんだよね。自分をも騙す、その凄さね。お前のね、その怪物だよね。怪物。怪物的な凄さがあるよね、お前は。じゃあ、俺がさ、桃がね、好きっていうことに関しては、お前はどう思ってるわけ？何が？それは正直な意見だってことになってんの、お前の中で。俺が桃が一番好きだよって、ね、いうことには、なんかそう。いや、それも怪しいと。何が怪しいの？それは怪しい。それは、なんか、自分をよく見せようって言ってる。それはどういうことなんですか？俺が桃好きっていうのはなんでよく見せようってことに繋がるの？それは。かっこつけてるね。わかんないんだけど、多分結構大抵の人わかんないと思うんだけど、桃が一番好きイコール、ちょっとかっこつけてるとかよく見せたいって。お前ごときに、桃のうまさがわかってる。また違うじゃねえか、今の話。違わないよ。そのごときとかさ、じゃあ俺が何が一番好きな果物って言ったら納得できんの？バナナとか。お前はバナナとか、柿だね。柿。バーカ何をバカだ。柿は俺は唯一、ほぼ唯一一般的なね、一般的によく食べられる果物の中で、唯一好きじゃない果物ですよ。本当にね。で、そういう自分が好きでも嫌いでもないし、かっこいいともかっこ悪いとも思わない。柿うまいよ。いや、だからそれいいですよ。好きな人周りにいっぱいいるし。あ、お前全然わかってないね、やっぱりな。それは何？柿ってめちゃくちゃうまいよ。だから、はっきり言ってた。好みで良くないの、それは。いやいや、わかってないよ。お前は柿が。俺は自分のことグルメとも何とも思ってないですよ。別に。グルメとかそういう問題じゃない。何でもいいですよ。何て言われてもいいですよ。ね。だけど、別にただ単に好きか嫌いかの好みを言ってるだけでさ。ね、柿が。いや、桃っていうのは、俺が桃だから、お前は、なんつうの。俺が桃が好きだから、お前もなんかさ、そういう気になってんだよな。別に、太田さんが桃好きっていうね、ことを知る前から、俺は桃が好きだった。いやいやいや、知ってからだもん。知ってからだよ、お前が言いたい。ちょっと待ってください。俺が桃が一番だよ。だってさ、じゃあ、お前と出会う前に、俺がいくら桃が好きだって言ってたとしても、お前知らないじゃん、出会ってた。いやいや、言ってなかった、前は。だから、知らねえよ。前はメロンだって言ってたんだよ。いや、それはなんなん、高校の俺の友達に聞いたとか違う。最初に聞いたとき。いや、そんなことない。いや、そうだよ。お前メロンって言ってたんだよ。で、俺桃だぜって言って、しばらく。本当にその話。そうだよ。今作ってないか。お前メロンって言ってたんだよ、最初。メロンが1位って言ってたの。俺は。お前言ってたの、メロンが1位って。それで俺が、桃だぜって。多分違うと思う。いや、ほんとだよ。俺が、違う違う、おぉ本当だよ、本当だよ俺がメロンって言って、俺がメロンじゃねえや。お前が桃って、お前が桃じゃねえや。お前がメロンって言ってたの。俺が桃って言ったのを聞いて、しばらくしてから桃とか言い出してる。そうだよ、お前最初メロンって言ってたんだよ。それで俺が、メロンかよ、みたいなことを言ったら、いやー、なんつって、まあいいじゃん、とか言ってて、それで、そうだよ、まあいいじゃん、まあいいじゃん、とか言ってて、で俺も桃のが全然うまいと思うぜ、つって、桃のいかにうまいかをさ、言ってたんだよ。お前そ、そうだよ。そしたらお前が、そうかな、とか言い出して、そっからなんか桃を食ったんじゃないの、その後。それで、やっぱり桃にしようとかさ、思ったんだろ。お前ってわかんない。そうだ。いや、ちょっと待って、今の話も影響されやすい。ものすごい信じらんない、今の話。いや、信じてもらわなきゃ困る。そんなのは本当のことだし。本当のことしか言ってないし、俺は。とかよ、うん。お前とか絶対嘘だよな、だからそういうやつ。あの、巨峰はどうですか？巨峰なんか全然興味ない。あ、そう。うん。うん、で、お前は？俺は、だから昔3位だったのが、あの、サクランボがちょっと入れ替わってサインだろ？でも、俺はサクランボはね、言ったんだよ。それで入れ替わったんだろ、お前。だけど、俺がサクランボだからだろ？いや、それはわかんない。お前そうだよ。絶対そうだ。ただ、巨峰がね、で、そのうち、あの、巨峰なんかも言い出さなきゃ。違うんだよ。それがね、それが、ね、去年、また差し替えした感じがあるんだ。どうしてかわかんないけど。何がどう差し替えした？巨峰のがやっぱ上手いなって去年思ったんだよね。全然上手くない、巨峰なんか。うまいよ。いや、だからお前、だからまた変わるぜ、これで。
俺が上手くないって言ったらもうダメなんだよ、お前の。お前がどんだけメロンが上手くないっつ俺がこんだけ上手いって言ってるから。いや、それはもうメロンは意地があるんだよ、お前は。意地とか。なんかもう我慢してさ。じゃあ、俺は悔しいのは。痩せ我慢だよね。そのさ、なんか高いからだけでって。高いからっていう。真剣、お前も。お前もし桃が、ね、メロンが安かったら、絶対、だからさ、あげてないじゃん。なんでもしなのに絶対とか言ったら。お前はだ、ブランドに騙されてるだけなんだよ。違うよ。ふざけたやつだな、お前な。そうだよ。本当にふざけたやつだな、お前はな。知らんだなぁ。え？だってさ、ね、あのメロンの、甘さ、みずみずしさ。いやいや、そんな、無理にするな。無理するな。いや、無理してない。俺はだって、ああいうものが好きじゃん。他のなんか好みの。知らねえよ、お前が好きなの。だって、知らねえよ、お前なんか。知らねえよ、お前なんか。だから、お前のことは何でもわかるから、こうだみたいな話でしょ。知らない。お前はそういうやつだからって、何でも知ってるで。知らない。初めて知る。そんなことは。意味わかんない。こういうものが好きじゃんとか言われても。意味わかんねえよ。こっちだよ。じゃあ、素直に。素直にじゃねえよ。お前がさ、素直になれ。お前が素直になれ。ほんと、なんだろうね、その部分。なんだろうね。自信はお前の、そのさ。お前の、その自信は何？じゃあ、お前の自信は何？鏡トークみたいなやめてくれ、その。何でも俺が言ったら。鏡トークじゃねえ。そのまま返すな。だって、お前こそ自信がある。だって、メロンさん、ほんと、嘘。誰が見てないとこでも俺はメロン。食ったりしてんだもん。嘘だよ。そんなポーズでもない。ポーズ、ポーズ。ね、ポーズっていうか、ポーズだって言ってんじゃないよ。ただ、勘違いだね。言ってみれば。メロンが高い高級なものであるから、それです。みんながメロンメロンって言うから、お前も黙ってメロン。まあ、確かに。メロンうまくねえもん、全然。だから、それなんだよね。そのメロンくんうまくねえって言うの。うまくねえ。桃うまいと思う。お前、あの、夕張メロンだってうまかったんだよ。うまくないね。あれ、あの時あの、北海道ロケ行って、お前メロンって。あれ、この間思うのすっげえうまってなって話したじゃん、テレビで。うまくないし。大体、桃は一番、うまくないよ。お前から始めた話だから、メロンうまかったって話。うまくない。で、なーって俺言われて話したでしょ。うまくない。それは覚えてる。うまくない。いや、違う。それ話したら覚えてない。全然覚えてない。いい友の後説。全然覚えてない。それで、ね、桃が一番うまいって感じる人にとって、メロンがうまいって感じるわけはないんだよ。それ俺わかんないのは。全然違うじゃん。あの、も、だから、例えば。桃はうまいよ。めちゃくちゃうまいよ。あの、めちゃくちゃうまいよ。桃はめちゃくちゃ。なんでスイートボイスだから。ね、全然違う。ただの青臭いさ。なんかあれだ。お前それはおかしい。それ本当になんかわざと言ってるだろ。わざとじゃねえ。お前こそだよ。それはじゃあお前本当に。お前だよ。お前こそだよ。それ一回本当さ、いやそれはない。だってお前さほらあの家でさメロンたまに食ってるでしょ。別にそうは言いつつ。うん。ねえねえねえ、食ってんじゃない、うん、その時じゃあまずいまずいと思って食ってるわけ。その青くせ。いやだってもうまずい。違うよ。俺はだって。風呂上がりだもん、メロン食うの。だって風呂上がりだもんって何それ。風呂上がりに水分取るためにメロン食うの。うん。だからでもうまいよ。でももうのか、喉カラッカラの状態で食うから、俺は。ああ。でも絶対うまいよ。じゃあ、例えばその特に喉が渇いてない、普通の、じゃあ、例えばレストランに行きました。たまにデザートでメロン。ああ、全然興味ないね。全くうまいと思わない。うん。もう吐きそう。それも言うな、ちょっと。俺、吐きそっとじゃないだろ。いや、でも、うまいと思わない。だから、桃とかから考えたら。で、そう、どうしたん？その、パイナップル好きっていうのはどうなったんですか？パイナップルも好きだよ、俺は。それは、お前はさ、別に俺がパイナップルって言い出したらさ、今度はさ、パイナップル食ってんだよな、お前な。いや、それはこないだ。ふざけてるよな、お前な。そしたら俺がさ、個人的に食ってるみたいじゃないですか。個人的にってか、こないだ、たまたま、楽屋にな、番組の楽屋になぜかあの、パイナップルカットしたのが置いてあったんだね、楽屋に。だから、まあ確かに。俺がパイナップル。それはそう、それは認めてよ。それは、言ったら言ったから、食ってんだよな。そういやね、別にその話なくても食ったかもしれないけど、確かにその時その話を意識しましたよ。それはこの間ね、大津さんパイナップルやったらうまいってね、言ってるなぁと思って、それを思い出しながら、食いました、それは。だろ？うん、それは別に認めます。お前だから全部そうなんだ。いや、だからといって、そのメロンだとか桃とかね、っていうのが全部がそうかっていうと、そういうわけではない。いや、そう、同じだよ。だって、果物なんてお前なんかに。なんでパイナップル食う必要があったの？この間ね。
なんでパイナップル食う必要があったの？いや、だから、別に俺が言ったからだろ。あのね、じゃあ、だからちょっとは認めるんだけど、100% じゃないの。別にお前のその話なくたってパイナップルありゃ食うよ、俺。嘘つけ、お前。そうじゃねえ。嘘つけ、なきゃ食わない、食ってない。いや、いや、なかったら、俺の話じゃなかったら、あの時パイナップル食ってないよ、お前は。あの時イチゴもあったんだもん。でもイチゴに手つけずに、パイナップル。おかしい。絶対おかしい。そんなはずないもん。その話を思い出したかなっていうのはある。だからといって、俺はじゃあ今パイナップルがうまい前って別に言ってるわけじゃないじゃん。パイナップルでも何個も食ってただろ、お前よ。何個もだろ。何個もだろ。3つぐらい食いましたよ。もっちゃいな。食ってたよ。いや、そんなもんだ。お前それ見てんだ。それ見てんだ。それを見てんだ。あいつ当たり前じゃない、見るよ。見てんだ。見てるよ。それは見てる。あ、そう、見てんだ。うん。何個も食ったの、その時。え？お前食わなかったの？パイナップル、うん、食ったよ。食ったんだ。うん。やっぱうまかった。いや、俺はだから、あのパイナップルは別に普通のパイナップル。うん、普通。全然うまさはもっとうまい。うん、俺パイナップルを、うん、パイナップルを俺は食べてるからね。うん、はっきり言って。全然うまいよ、うん。もっとパイナップル。でも柿とかの方がうまいの？好きなの？え？柿の方が好きなの？パイナップルの方が好きだね。あでも柿もうまいよ、めちゃくちゃ。柿は、本当にうまい柿は、めちゃくちゃうまいからね、うん、言っとくけど、うん。お前は知らないだけなんで。まあ、かもしれないな、それはな。だからまた今度柿食うだろ。食わないと思う。いや、食うよ、ね、お前絶対食うよ、ね。柿めちゃくちゃうまいからね。ほんとね、柿はね、あんま好きじゃないんだよ。いや、だからそれ、パイナップルは好きなの。間違ってんの、お前は。もともとパイナップル別に好きだから。間違ってんの、好きなんじゃないんじゃないの。お前は、柿を食ったら、うん、こんなかって思う柿がある。まあ、絶対に。まあ、お前は最高級柿は食ったことない。分かってないんだよ、柿のうまさ、うん。いや、だからさ、それはさ、なんだってさ、その、最高級のものとかあってさ、それこそ俺桃が好きだとは言いつつさ、そのなんか、本当にうまい、もうこんなうまい桃はないみたいな食ってないかもしんないじゃん、俺だってさ。それはもういろんなね、ものに言えてさ。ただ柿だって何十回とも食ってるわけよ、もちろん。子供の頃から。あんまうまいと思わないんでね。いや、めちゃくちゃうまいよ、柿は。あ、そう。うん。柿こそ、もう。たださ、王者だね。だって今、いとも簡単にお前、1分前にパイナップルに負けてたよ、お前、柿は。もう王者じゃねえだろ。うまい。全然うまい。の方がなってる。うん。いや、今、パイナップル。いや、うまい柿はもう、一番うまい。そう、桃も超える。桃も超えるね。うまい桃はうまい桃はもうトップ。ダントツトップ。お前、ふらふらしすぎだよ、お前のランキング。ふらふらしてないよ。お前のランキングはダメだよ。変動が激しすぎて、お前。お前だよ、バカ野郎。お前だよ。そんなんか。そんなんかじゃねえよ。お前の方がふらふらしてる。いつもなんか人の言うことに惑わされてさ。そうでもない。お前はそうだろ。だってそれでパイナップル、じゃあベスト3に入りましたとか言ってないでしょ。いや、そのうち言い出すんだよ。それはない。それ、いや、言うよ。いや、そこまでではなかった。いやいや、だから、こないだのは全然うまくないって。うん。はっきり言って。うん。もっとうまいパイナップルはもうすごいから。あのさ、柿ってさ、あの色がさ、あんまりうまそうに見えない。そういうこと関係ない。いや、でもさ、そういうのも多少あるじゃん。例えば、イチゴってさ、見かけがすっごい、なんか。いや、全然俺見かけは判断ない。あ、そう。全然ない。なんか、うまそうに見えるじゃん、一番。いやいや、全然見えない。あ、そう。全然見えないし。柿は、俺、なんか、あんま美味しく感じない。いや、お前、イチゴはないな。イチゴはね、ちょっと待って、多分、今、桃、メロン、巨峰。お前、ほんと嘘つきだよな。サクランボ、ピンクグレープフルーツ。もう、めちゃくちゃだよね、お前のランキング。そして、なんでそこでピンクグレープフルーツ？いや、やったらうまいと思うんだよね。オレンジは？ああ、オレンジもあるな。お前の、お前の、今だからピンクグレープフルーツ。でもピンクグレープフルーツは入るんだったら、まずその前にオレンジとか来るんだよ、絶対に。え、絶対は人の好みで絶対じゃないでしょ。いや、なんで桃の1位の後に、ね、
メロンが来て、巨峰が来て、グレープフルーツになる。めちゃくちゃじゃん。あの、それは何が、何をしてめちゃくちゃ。系統が全然違う。系統はさ、俺思うんだけど、うん、じゃあまず大まかに二つぐらいに分けるするじゃない？そうすると、そのメロンと桃はもうその二つで違う？違うよ、全然。メロンなんて全然。じゃあスイカは？スイカとかお前俺2位ぐらいで入ってる。おい、いきなり初登場お前。なんか初登場じゃねえよ。お前。スイカとかすっげえ好きだぜ、はっきり言った。めちゃくちゃうまいよ、スイカとか。でも、スイカとメロンは同じ仲間でしょ。全然違う。いや、でもほら、ウォーターメロンって言うぐらいだから、きっと。そうだな、結局それだよ、お前は。言うぐらいだからだ。自分の舌で判断してないんだよ。いや、全部そういうさ、ウォーターメロンだからっていう。違うよ、さ。そんなことでしか判断してない。スイカとメロンは全然食感から何か違う。違う。違うよ。ね、自分の舌で判断してない。全然違う。なのに、お前は、メロンとスイカ同じ。お前さ、鬼の首取ってメロンという。お前鬼の首取ってなはっきりとか言ってさ。ちゃ。お前バカだよな。いや、ちゃ、おさん、自分の舌を全く判断してないんだよ。自分の舌で判断してない。人から聞いた言葉とか、なんかその世間のなんか言われ方とか、そういうことしか頭ないんだよね。だからウォーターメロン。全然違うよ。スイカとメロンは。はっきり言って。あのさ、おさんね、今俺二人お前はよくわかった。今の一言でもう全部終わりだよ。終わりじゃねえよ。終わったよ。もう終わり。全部わかった。今のお前という人間がね。でもね、俺ね、ウォーターメロンと言われているっていうさ、そういう反論はないじゃん。じゃあ、おさんを疑うのは、ね、メロンと桃がもう違うっていうの。違う。信じられない。全然二つしか分けない。同じなの。じゃあ、わかった。わかった。じゃあ、お前の中でメロン組と桃組で、今俺メモる。な、じゃあスイカはメロンと違うってことは桃組に入んのな、スイカ。入んないよ。いや、だ、ほらなんでそのメロンと桃だってメロン。分けなきゃいけないの。お前違うじゃん。メロンと桃は、もう二つに分けるとしたら別々のグループには入るって言ったでしょ、さっき。別々だけど別に二つしかグループがないとは言ってないじゃん。じゃあ、だからないとしたらって俺が言ってんじゃん。ないとしたらそんな話はない。じゃあ、その話をしてんだ、さっきから。なあ、違うよ。違う、その、なんで違うよ、全然。今、大まかに二つに分けるとしたら、だからそれがもう間違ってるかって言ったら、その考え方自体が間違ってる。だけど、俺はね、納得できないから、だんだんちょっとこう、分析したわけですよ。ちょっと待って、でもその二つに分けるっていう考え方自体がもう間違ってんだよ。だってさ、俺の中でね、なんでメロンと桃の二つに分ける。じゃあ聞いてくれる？聞いてくれる？なんでこれを間違ってんだもん。聞いてくれるおさ。その分け方は間違ってんの。間違ってんの。おさん、聞いてくれるかい？なんでじゃあ、間違ってんの？わかった。はい、はい、はい。違いますけど。おさんね。おさんは、桃が1位の人がメロン2位っていうのはもうありえないって言うから。ありえない。で、ね。で、俺の中でもまあ自分がそうだからありえると思ってるわけじゃないですか。そこまでいいよね。そこまでいいね。うん、俺の中ではよ。ね。ってことはよ。ね。メロンと桃ってそんなに太田さんの中では、うん、あのもうかけ離れたね。かけ離れたものなのかと。じゃあ思ったわけよ。大さんの中では。っていうことは、じゃあ大きく果物をね、2種類ぐらいに分けると。大きくね。した場合、それがメロンと桃はじゃあもうその最初の振り分けで、まずは、ね、違うし、100個フルーツがあって。2種類に分けるっていう、うん、いう時点で違ってるの、お前の話はもう。あ、そう。2種類に分けるとは思ってないから、俺は。いやいや、まあ、思ってない。二系統しかないとは思ってないから。いやいや、この後もっともっといろいろ細かくやる。まずは、二つに分けようよ。一番、ね、最初はっていうことで、そこでもう違うのと思う。違うよ。だから二つに分けるってこと自体が間違ってんの。うん、いや、あの、まあ、間違いかどうかで、俺の場合は、だからそう、俺は常にそうしてるわけでもないって。常にそうしてるわけでもないよ。したこともないよ、そんな考え方は。ただ、今は、メロンと桃が、大津さんの中でもう全然違うって言うから、俺は割とね、じゃあ何を言いたいかというと、メロンと桃って。色でね、例えばね、赤と青、青と黄色ってあるじゃない。はいはいはい。ね。で、それはさ、全然違うわけじゃん。赤と青と黄色。じゃあ、それを赤と青の二つに分けようって言われてもさ、黄色どっちに入るって言われても。赤。いや、それは、俺は答えられない。それは、赤じゃない。俺はそれは答えられない。あった。じゃあ、分かったけど、じゃあお前の中で、でも少なくともメロンと桃は、青と赤みたいなもんだってお前は言うんだよね。そうだよ。俺は、
青と、例えばよ。例えばこれちょっと正確に、青と水色ぐらいだとするじゃないですか、俺の中でメロンと桃は。え？青と水色ぐらいの、例えば。そんな近いの？メロンと桃が。例えとして聞いてください。お前やっぱおかしいよ。じゃ、本当じゃないんだよ。例えとしてなんだよ。その今言いたいのは。騙されてる、お前は。誰もそんなこと俺に言ったことない。え？そんなこと俺に言った人は一人もいない。違う。メロンと桃は、青と水色とか、近いとかって言った人は、俺のあくまで下の判断。それは。おかしい。それはおかしい。ね？メロンと桃がそんな近いって思うのは、まあ、いや、そこまでは近くはないんだけど、だから、例えばって言ったじゃん。ね？例えばで聞いてほしいんだけど。じゃあ、大田さんはその、間違ってるからさ、赤と青みたいに離れてるぐらいね。うんうん、いわゆる、例えばオレンジとグレープフルーツだったらわかる。わかるよね。それは俺もどうか、うん、メロンと桃は全然違うよ。ね？だから、オレンジどっちに入れりゃいいの、それ。そんな二つに分かれないでしょ。だから俺はメロンと桃っていうのは、割とね、甘くて、水分が割とあって、クリーミー、ぬるぬる、クリーミーな感じで言うと、似た系統なんですよ、俺の中で。で、柿とか梨とかリンゴっていうのは、シャクシャクしてて、ちょっと酸っぱいみたいな。まあ、それはお前は、俺の中では、めちゃくちゃだな。まあ、ちょっとこう、めちゃくちゃ。違うのね。めちゃくちゃ。うん。のね。そう、勝手な、そういうさ、後付けだよ。いや、じゃあ、だからね。後付け。後付けというか、それはなんでかっていうと、おっさんが言ったことなんですよ、それは。桃の1位っていう人が、2位がメロンっていうのが、うん、絶対ありえないっていう言い方をしたから、だってネクタリンでしょ、2位は。いや、じゃあ、それはまた違う話だと思うんですよ。違わないよ。まず、桃が一番好きなんだって、めったに食わないよ。ネクタリンとかは、果物の話の時に、桃が好きならネクタリン食えよ。いや、おっさん、それはヘリクスだ。ヘリクスだよ。おっさん、2位スイカって言ったろうがよ。にスイカだよ、俺は。だったら、小玉スイカとか言えっつんだよ。なスイカはスイカ、小玉スイカだろうがなんだろうが、スイカだもん、それは。だって1位桃なんだろ？でも2位はネクタリンじゃなくて、スモモでもなくて、スイカなんだよ、お前も。ネクタリンだって、俺は。じゃあ、お前はネクタリンだ。そうだよ、ネクタリンだよ。2位は。2位はネクタリン。そういうことがコロコロ変わるんだよ。変わってない。ね、2位はネクタリン。だから、それが普通だっつうの。だから、ま、さ、いいんだけど、その、それはさ、そうすると俺面白くないんだよね、その、ね、何が面白い？いいじゃん、桃で代表させてよ、その、ネクタリンとかってさ、その、果物の好きなのを言ってくださいってなった時に、その、ネクタリンとかってあんまり出てこなくのが、っていいじゃないですか。なんで？それは、だって果物の好きなものだから。全部入ってるわけだよ、果物。たださ、まあ、ただその同系統だからといって、例えばね、みかんと、まあ、グレープフルーツは、まあ、ちょっと近いのは、そうでしょ？ね、うん、じゃあ、例えばみかんが1位って言った人は、うん、じゃあ、ずっとね、2位が、ネーブル、3位がオレンジで、うん、4位がグレープフルーツで、っていうことじゃなく、したいんだよ、俺は。だから、そこにもう嘘があるわけだろ。あのね、嘘とも言えないぞ。嘘でしょ、それ。みかんは異常に好きだけど、グレープフルーツは苦いからあんまり好きはないって言ったら、いるでしょ。いるはあるけども。ね、だから、もそうお前は本当はネクタリンが入るんだろ、ネクタリンを入れるならば。ってそんなに俺食わんねえ。いやいや、そうじゃなくて、今のお前の話で言えば、じゃあネクタリンは、ね、桃いったから。考えもしない。考えもしない。その、違う。お前は今そう言ったんだ。だから、果物で好きなのを順位を上げてくれって言われた時に、あ、1位桃だなと思った時にね、ネクタリンとか思い浮かべんだもん、悪いけど。いや、でももう、もし、そのネクタリンがあるよってことになったとしたら、どうなの？入れてもいいけど。いや、だから2位に入るわけでしょ、本来なら。だけど、お前が言うには、その桃で代表させてくれってわけでしょ、そのネクタリンは。まあまあ、ネクタリンはそうだ。スモモになっちゃうと、またちょっと違うかなって気がするんですけど、ね。そうか。じゃあ、やっぱりネクタリンが2位なんだ、本当は。まあ、それでもいいんだけどさ、その一般的に、その細かいところまでは行きたくないんですよ。だから行きたくないからやめてるってだけで、細かいとこ全部入れて考えるならばネクタリン2位なんだ。ちょっとわからない。ネクタリン。なんでわからないのってそんなに食べてないから。それがおかしい。だってそんなに食べる気じゃない。桃1位じゃないよ、お前は。桃は何度も食ってる毎年。いやいや、桃が1位ならネクタリンもいっぱい食ってるはずだもん。いや、桃が好きならネクタリンだっていっぱい食うよ。俺なんかネクタリンとかすげえ食うもん。本当に？そうだよ。
桃も好きだし、ネクタリンも好きだから。あ、そう。もう桃が好きな人はネクタリン。ネクターは美味しくねえだろ、あんまり。あんまりネクター。ネクターって何？あの、飲み物。いや、飲み物は関係ない。で、桃が好きな人はネクタリンもいっぱい食うって。そうか。だからお前桃がまず、だから、じゃあお前はあれだな、桃が嘘なんだな。メロンなんだよ、お前結局。だったらさ、おかしいじゃん。メロン、あ、でも、それか、それも、値段も込みでってこと？だって、お前はメロンが嘘だって最初言ってたんだ、俺が。そうだよ。ね？だって、メロンは、桃、どっちなのか、俺は、知らないけどね、うん、お前の本性かどっちなのか知らないけど。俺言ってんじゃねえかよ、お前本性しか言ってないぞ、お前これに関しては、お前。ずっと。本性がどっちなのか知らないけど。どっちってなんだよ。だから、桃が嘘なのか、メロンが嘘なのか。どっちも本当ってのはなんでお前の中に出んだ。だって嘘ばっかりだから、お前なんか。今、だって今聞いただけでも嘘だってことがわかるもん。わからないよ。お前のが嘘じゃねえか。2位はネクタリンつったって、スイカつったり、え？パイナップルが柿よりうまいつったり、いや、柿が1位だみたいな。いや、でも俺はメロンは言ってないから。ただほら、ね、あの時のほんとさ、北海道でさ、ロケの時に食ったメロンはさ、うまいうまいって2人で食ったよね。テレビだもんね、だって。そうなの、本当に美味しいと思わなかったのね、うんうん。でもその後お前は自発的に、ね、それはテレビでまあいいよな、うん、そういうの食べてうまいっていうのは許されると思う。うんうん、でもその後、その、いいともの後説で、まあこれはオンエアしたかどうかわかんない。多分してないと思うけど、まあなんかそういう話になって、で、お前は、北海道で食ってな、あれもテレビ。あれもテレビ。メロンもなって言って、テレビだから言った。だから言った。うん、でも喉乾いてたらうまいんだ。うまいよ。それ喉乾いてたら水だってうまいだろ。まあまあ、それはカラカラに乾いてんだから。うんうん、で、そういう時はめちゃくちゃうまいよ、メロン。うん、だけど普通に喉が乾いてない時なんて別にだよ。うん、はっきり言ってメロンなんて。あ、そう。うん、あの口の中でこう溶けるような。青臭い。青臭い？うん。ウリ科だから、それは。うん、いや、ウリ科だからとか、だからお前みたいな、いやいや、そういう考え方はしない。その青臭いっていう考え方は。ウリ科だからとか。いや、あなた、ごめんごめんごめん。ウォーターメロンだから同じだとか、そういう考え方しないから。そういうことじゃなくて、うん、その、青臭いってのはどういう感じかなって、いわゆる俺が想像したの、キュウリみたいな、キュウリみたいな青臭さってこと？キュウリみたいなのか、俺キュウリは野菜でトップだから。じゃあ野菜がトップは何？お前。だからそれは前から何度も言ってるように、うん、ね。野菜を、そのサラダみたいな感覚で、あるいは生野菜とか食うのと、それをいろいろ加工して食う場合、ポテト。なんでさ、野菜の場合はそこまで考えてさ、果物の場合は。だってメロンはさ、まあ普通にメロン、ただね、そこでね、俺は、で野菜の場合はそこまで細かく考えるんだったら、うん、果物の場合だって、桃が1位だとすれば、桃の系統で、ね、2位を上げたら、ごめん、考えなかった。それは考えなかった。いうこと。本当に考えなかった。そこには、それとはまた違うと思うのは、俺、ジャガイモが好きなんです。でも、そのままの、例えばジャガイモをふかしたやつも、もちろんね、美味しいと思うよ。ジャガイモね、ちょっと違うんだよね。だけど、それよりも何が好きかっていうと、フライドポテトやポテトチップなんですよ。だからジャガイモが1位って、でもそれってなんかちょっと変じゃない？野菜の1位何って言われた時に、ポテトチップが好きだから、それを野菜の1位でジャガイモっていうのは、どうなのかなって、それは相談したい。お前に聞きたいところなんだよ。ダメだね。じゃあ、ジャガイモは全然1位ではない。だっていうか、芋を、ちょっと、野菜って言ったら、芋はちょっと。ちょっと待って、芋は入れてやれ。野菜なんだから、どう考えたら。芋言われるとちょっとね、なんか。芋言われるとちょっとね。なんでかの。残念な。芋言われると。残念なんだ。いや、芋って言われると。残念ってどういうこと？いや、期待してる答えじゃないんだよ。なんか野菜で何が好きって、なんか芋言われると。なんか、すごい残念だよ。ちょっとわかるけど、どうしたの？まあ、野菜っちゃ、あ、そっちなの？みたいな。いや、それはわかる。それはわかります。まあ、やっぱトマトだろうな、きっと。トマト？ちょっとまた残念だ。トマト？やっぱりトマトかな。なんだかんだ言って。アスパラ、トマト、玉ねぎ、
玉ねぎ、アスパラ、トマト、玉ねぎ、その辺はね、本当に、あとね、俺、レンコンも意外と好きなんですよ。この辺がね、俺ね、ちょっと困るとこな。俺は、まあ、アスパラだね。アスパラもうまい、とにかく。うん、アスパラ。でも、アスパラ好きだったら、トマトは来ないよね、みんな。アスパラとトマトではまたそこ。全然系統が違う。それは違うよ。それは青と赤ぐらいの違い。アスパラと、だレンコンとかね。うん、俺は、だアスパラ、ね、アスパラ、ベビーコーン。ベビーコーン。あれこそさ。ほんで、アスパラと、ベビーコーンだね。で、レンコンとか来るね。なんとなくわかるじゃん。まあまあまあ、ね。アスパラでトマトっていきなりは来ないよね。でもね、ほんと迷ってるんですよ、それは。でもさ、玉ねぎも好きなんだよね、俺ね。玉ねぎは全然。オニオンスライスみたいなのってほんとうまいと思うし。だから俺が好きなのは、ニンニクは？あ、そう、ニンニク、それこそ残念ですよ。残念ですよ。ニンニク言われたら、ちょっとやっぱりね、野菜としてか、あれは。ニンニクはそれはもうかなり上位ですよ、俺は。なんで黙ってんの？なんで黙ってんの？ニンニクは、ニンニクはでも違うね。ちょっと入れるやめようよ、そこは。野菜に入れるの。うん。だってそれ入れるとなんかちょっと違う気がするからさ。うん。ただでもキャベツとかもな、好きなんだけど。だからね、ちょうど。でもお前、椎茸はダメだろ？もちろんそうですよ。それで何？松茸は食うだろ？だそこなんだよね、お前の嘘くさいとか。いや、逆に嘘くさくないというのは。嘘くさいよ。松茸はもうダメなはずだもん。おさん、ね、でも、それを言うなら、ね、それこそ、大雑把すぎですよ、大田さんは。松茸は高いから食う。違うよ、だって。高いから騙されてる。舞茸もしめじも騙されてんだよ、お前は。大田さん。松茸もしめじもエリンギも全部食うでしょ、俺はマッシュルームから。じゃあなんで椎茸の味はあるでしょ、まっつい味が。椎茸だって松茸だって似たようなもんじゃねえか。だから似たようなもんですよ。そこだ、おっさん。おっさんは、ああいうキノコはじゃあ全部一緒か一緒じゃないけど、だいたい似たようなもん。だから、まあ。似てるよ。系統は似てるのは認める。でも椎茸の独特の香りと味は本当に嫌いなんだもん。それがおかしい。それみんなおかしいって言うじゃん、だって。いや、言うし、椎茸食えるけど。なんで松茸食うんだよって。でもね。それはみんな言う。それは、逆に、じゃあ、なんで松茸だけを出す、そこで。それは、値段が高いからだろっていうのをどっちかってちょっと言いたいわけでしょ。いや、でも松茸も食うなよって話だよ。松茸、椎茸食わないんだって。そんなに、すっげえ好きでもないよ。いや、じゃあ食うなよ。いや、別に、じゃあ、食うなよっていうのは、どういうこと？食っちゃダメ。食っちゃダメ。食っちゃダメ。それがわかんないのは、お前のがこだわってんだよ、その松茸は。ってるよなんかみたいなさ、なんか椎茸嫌いだって松茸を別に食べれんだったらいいじゃない。ダメダメ。その代わり俺は椎茸よりもっと安いキノコだって別に食ってんだからね。いやいや、ダメダメ。椎茸食わないんだったら松茸も食っちゃダメだよ。うん、それは大津さんおかしいな。いや、だから何でか教えてやろうか。お前も20年前までは椎茸嫌いで食わかんですけど、松茸はうまいまいって食ってただろうが。だから俺は昔の自分はどうしたじゃん。だからじゃね、たまたま食えるよ。違うよ。違う。たまたまじゃない。俺は食えるようになろうとしてなったんだもん。俺は食うようにしたんだもん。俺はおかしいなと思ったんだもん、自分で。松茸が好きなのに、ね、椎茸が食えない。俺は絶対間違ってると思ったんだもん。でもじゃあ気持ちはわかるってこと？いや、わかんない、わかんない。だからさ、過去の自分を考えれば、俺の一応気持ちはわかるでしょ。いや、気持ちはわかる。だから、お前も努力すれば、椎茸食えるかもしんねえぞって言うならわかるよ。ただ、そんなの理解できないみたいなのはおかしくない？お前が実際そういう時期があったんだから。え？お前もそういう経験をしてるわけだから、全くなんか、未知の生物みたいな。だから、俺は自分が間違ってたと思ってる。間違ってたと思って直したらいいけど、ね。お前も間違ってると思ってるわけよ。うん、だから間違ってるのはあれだけど、理解できないは違うじゃん。お前は間違ってて理解できないみたいな。理解できない。おかしいじゃん、それみたいなこと。どういうこと教えてみたいな感じだったけど、それはおかしい。お前は分かってるはず。おかしい。分かんない、分かんない、分かんない。椎茸は俺は食えなかったけど、ね。
松茸大好きだったんだ。だから、それこそ、お前こそ、味で見てなくて、値段で見てたかもしんないよ。違う。いや、もしかしたらそうかもしんないよ。俺はだって自分で、それで自分にちゃんと、厳しくしたんだもん。だから、それはいいことですよ。別に。それは俺は、それをダメとももちろん言わない。俺はそうやって克服してきたんだもん。だから、克服したことは、別に俺は悪いともなんとも言ってない。やっぱりさ、俺だってさ、うん、おかしいじゃんって言われてさ、うん、ね、椎茸食えないのおかしいよ、うん。確かに自分でもおかしい。うん、なんでだろうって思って、うんうんうん、それで自分で直したんだ。うん、だから俺には言う権利があるの、お前に。いや、だから別にね、それでお前も、ね、その直せよとかっていうことだったらわかるよ、別に。ただそれは俺は断るけど。おかしいでしょっていうことは、うん、そういう意味のね。言いたいわけ。うんうん、おかしいじゃんって、うん。だからそれは絶対なんかに騙されてんだよ。騙されてんのかね、うん、でもさ、おっさん昔思い出したよ、椎茸。うわぁ、まぜぇ。うまいよ。それがめちゃくちゃうまいよ、椎茸。あ、そう。うん。うん、今もう一番好き。お前アスパラだろ、うん、なぁ、でも、天ぷらの椎茸とかになったらちょっと、やばいね。うん、やばいじゃん、うまいと。うまいね。若者だな、お前、やばいね。やばい。来たかと、と。え？かなりやばいね。でも、お前、この間さ、しゃぶしゃぶ NHK のさ、ね？あと、しゃぶしゃぶ食ったじゃないですか。うん、でその時に、こう、誰かがさ、あ、おさん取りますとか言ってさ、だって、椎茸はさ、あ、いいですって言ってたじゃん。うん、あれはなんで？あ、やっぱこいつ、やっぱあんまり椎茸未だに好きではねえな。これはどう思った？俺はその時。いやいや、好きだよ、俺。いや、椎茸はって言われた時に、お前は、あ、いいよ。あ、俺だ、俺が別に、松茸はでも同じ。うん、その時は。うんうん、舞茸はでも、うん、まあいいよ。うん、しめじはでも、うん、断った、ね。断った。それは、キノコを食べたい気分じゃなかった。いわゆるキノコってもの。うんうんそれは白菜でも断った。うん、そう、キノコじゃねえからいい。いやいや、でも断る。野菜は食いたくなかった。はい。ピーチ味とか、フルーティーなものはそんなでないんだよ、ね、あんまりなんですよね。ね。それをお前は全く分かってくれないよね。まあまあ、進めちゃうってことね。これはうまい。これは、太田さん、うん、これは美味しいって言ってくれるんじゃねえかみたいな。お前さ、何なのあれ。本当に。本当に俺困るんだよ。タイタンライブネタ終わった後差し入れてきたマンゴープリンとか。で、他にスタッフいっぱい他にいずん、何も俺に勧めなくていいんですよ。俺もう今日の反省とかしてるんですよ。モードとしてはね。終わって着替えてタバコ吸いながら、あー、そこで噛んだなとかなんか、そういう時に、別俺にさ、進めりゃ、俺はいい顔しないの。もういい加減分かってくれ。俺はお前から進められたものは、いくらうまくても、美味しいね、うんちゃかって言うには、ならないよっていうこと分かってほしいんだけど、言わないのお前は、言わないの分かってくれ。心に響くかもしれないと思う。光さんとは言わないの。いや、光さん、さんって言ってないよ。光さん、ちょっとさ、これなんだけどさ、っていう感じで、え、ちょっと待って、俺とお前の関係ってそうじゃないよね、みたいな。もう思うんだよね。話したくないし、いや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 、お前と。この間も、この間もそれ、ね、普段ラジオで話しましたよ。確か同じ話したよ、この間。何ね、この話は。したこのジャンクでしましたよ、直後に、うん。次の週で、だから多分タイタンライブ終わった次の週に、この話しましたよ。そう。ええ。だからその時も、あ、なるほどって分かってますけども、うん、ただ、だもう一回言うけど、世界一うまいと思ったものに巡り合ったんですよ。いや、だから。世界一のマンゴープリン。申し訳ないけど。ね。ね。俺別に、そこまでお菓子を、うん、そんなことになんないんですよ。そんな、お菓子がいくらうまくても。はい、そんな太田さんの心にも、これは、んっていうね、感じになるんじゃねえかというのを。なんで俺に、お前ってさ。いや、だからそれはそうですよ。だから別に。いや、別に俺じゃなくてもいいじゃん。いいけれども、なんていうの？他にいっぱいいますよ、スタッフ。いや、いるけど、ね、そう、だから別に、それこそ、ヤギとかに、とか、ササイとかも、うん、多分食ってますよ。いや、食ってるけど。だからうまいよ、これ。俺に、食わしたがるよね。だからそれはやっぱりね、
そりゃもう30年の付き合いの人ですから。いや、ね、だ分かってよって話です。昨日のたけしのオールナイト聞いたから。いや、だからもうそういう話じゃないの、ね、昨日のあのネタ面白かったよね。もうそういう時代は、ね、終わったの、ね、あるじゃん。分かってよ。サザンの新曲、あれいいな。人気者で行こうのあのアルバムいいなからの、つながりがあるわけじゃん。確かにね、ね、いい時代でした。そうそうそう、あの頃俺たち仲良くてな。そう一緒にあの電に乗って。あの時代からの。ね。で、それは少なくなりましたよ。ウォークマンのイヤホン二つ分けあって、はいはいはい。少なくはなりましたよ、そういうの。だけど、たまにふんわる名人とか。ふんわる名人。ふんわる名人ね。ふんわり名人とか、ふんわり名人とか、大津さんの心はやっぱヒットするものがたまにあるんですよ。ヒット、それほどしてないよ。いや、まあ。ただ、お前があまりにもかわいそうだから。いやいや、それはね、俺もやっぱり無理してリアクションしなきゃいけないんですよ。いや、まあまあ、とはいえ、お前のその、ね、ちょっとこれっていうのに、答える、はい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 、なんつうの、プレッシャーもあるわけですよ。はいはいこれもし、俺だって俺なりに考えるわけですよ。これもし俺あんまりだった場合、いかにどんだけお前ががっかりするだろうかとか、ちょっと思うんですよ。いや、そうですね。悲しましちゃいけないなとかさ、そういうことも思うわけですよ。だから、もう僕たちそういう関係じゃないですよ。言っとくけど、素直にそんなことを、お菓子の美味しさを、素直に美味しいねって、言い合える関係ではないですよ。はいはいはい、お菓子はじゃあいい。はっきり言ってね。お菓子はじゃあ。ただ、お前は、俺考えたんだよ。なんで俺にね、そんなに、納得させたいのかなって思ってる。やっぱり、俺の納得するもので、余計自分が納得できるんだよね。お前って。あ、それはあるよ。あ、それはあるよ。それ大学の頃から一緒だもん。例えば俺が面白いって言った映画があったとする。大津さん進めたとする、うん。あ、面白いね、確かにって言われりゃ、そりゃさ、なんつうの、あ、やっぱり。後ろ盾になる。後ろだ、やっぱ合ってたんだじゃないけども。だからつまり、お前は自分のために俺に納得させる。つまり、お前はマンゴープリンの美味しいっていうことを決定づけたいんだ。はい、あ、でも、それは、それはね、大津さんだけじゃないよ。大津さんだけじゃなく。いや、でも俺が一番大きいんだよ。まあ、ただ、お菓子に関しては、太田さんは別にそこまで上とは占められていない。悪いけど。そこまでじゃないってこと。いやいや。それは違うと思う。それは、例えば、スイーツに関しては、最近だったら田中みな実の方が、そのスイーツに関しては、だったら俺だろ。いや、ちょっと待って。田中みな実はね、知ってんの。もう、ほんと、ムカつくぐらい知ってんの。いやいや、知ってるからって。だから、実はその、味のものに関しては、マンゴープリンも、田中みな実じゃないよ。マンゴープリンも、俺だよ。知ってたんだよ。俺田中みな実、あいつ知ってた。俺だけど、太田さん。冗談じゃないよ。田中みな実に。負けたくないよ、俺は。映画だとか、歌だとか、ね、本だとか、そういうんで、だったらもう圧倒的に大津さんスイーツもそうなんですよ。まあ、でも大津さんがね、そう、例えば俺が言うことだから俺は、お前はメロンは好きじゃないっていうことを言ってるんです。それがわかる。メロンは、他人の評価によってお前は好きなだけなんですよ。うまくないんだから。全然、だ、それは。そう、まずいんです。俺はもう、そんな。あんなものは。ちょ、待って、ちょ、大津さん。まずおかしいよな。大津さん、そんなクソまずいとは思ってないですよ。思ってます。いや、確かに、あの、果物のランキングの中ではそうでも、だ、もう嘘が始まっちゃう。嘘じゃないんです。本当なんですよ。そんなわけない。美味しいと思ってないんですよ、僕はメロンを。フラノの、食べたメロン。うんうん。フラノでロケで行きました。うんうん、大したことなかった。うまかった。うまいっつってたよ、いや、あれ、だから、それこそあれは、番組です。いやいやいや、じゃあ、一緒、同じロケで食った、アスパラはめちゃくちゃうまかいや、ちょっと待って。それは本気で。それはそうだよ。メロンだけは演技だったの？そうですよ、もちろん。僕はメロンはそれほどじゃない。いや、それほどじゃないのは認めるよ。だからそんなうまいと思ってないんですよ。だけど、クソまずいは訂正しなさい。そんなわけない。クソまずいは上だもん。だってそんなの。うわ、な、ね、こんな誰が食うのっていうのがクソまずい。でも割とそれに近いんですよ。いや、だって本当にメロンって、青臭くて嫌なんですよ。いや、だそういう人はいるし、別にだからといってね、うん、別にみんなが好きなはずだとは言ってないよ。うん、ただ、俺が、メロン好きなのは、お前は、メロンを好きなはずがない。いや、だそれ、そんな、お前はそこまで俺のこと 100% 知らない。いや、知ってる。お前こそ俺のことを知らない。
もうさ、やめようよ、読むの。こんな回、毎週、毎週。何が毎週、毎週よ。先週はなんだっけ、なんだっけ、先週なんだっけ。ミミズをまた持ってきて、ギャーギャーみたいなんとかさ。それお前じゃん。そうだけど、やるからだからね。え？俺がミミズ怖いのはそうだけど、うん、ミミズを脅かそうとしてるお前のが兄貴だからね。わかる？お前、俺だけがガキみたい。兄貴じゃない、兄貴。俺だけがガキみたいなことになるじゃん。いつもおかしいだ、ミミズが怖いだ、なんだ、ね。いや、俺別にガキだなんだ言ってないよ。いや、だけどさ、その。いや、ちょっと待って、今俺ガキだとかっていう話してないよ、今。わかった、じゃあ。俺別に全力ですよ。はっきり言って、はいはいはい、別に大人になろうとなんて思ってない。もともと、これに関して。そっかそっか、それはそうですね。はい、わかりました。じゃあ、それはそうですよ。うん、全力で向かってってます、いや、でも本当にもうね、メロン、桃のやつとか、いくら言って同じ会話なんだもん。いや、だから俺はなぜそれを思ったかっていうと、そのマンゴープリンのことをね、うん、ずっと考えてたんですよ。うん、家でね、はあ。その、なんであいつは俺にマンゴープリンをあそこで勧めたのか。うん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 。で、まあ確かにあれ別に普通に美味しかったですよ、マンゴープリン。美味しいでしょ？うん。だけど、それをなんで俺にね、美味しいって思ってほしいのかな、彼はって思って考えてたわけ。はいはいはい。で、結論が出たのは、まず俺が美味しいってことによって、一つの後ろ盾。はいはいはい、つまり、強力な、しかも、強力な後ろ盾なんだろうな、田中友人と。はいはい、まあまあ、俺が認め、うん、お墨付きであるってこと。否定しない。それは、自分がマンゴープリン、このマンゴープリン、美味しいと思うがためのことだなって、思ったわけね、まずね。うん、そうよ。別に。それを、要するに、より、確信にしたいわけだよ。お前、このマンゴープリンが美味しいなって思ってても、自分一人じゃ、まだ、で、周りの人も美味しいって思って、さあ、最後は、お二人光が、美味しいって思ったことによって、完成するんだよ。お前の中で、マンゴープリンが、ね。まあ、言ってる意味はわかります。だろう、それしかないと思って。それしかなくはない。いうのは、なんでかっていうと、俺たちの関係でもう20年以上いて、最初は仲良しでした。ね、そういう時代もありました、さあ、たけし。だけど、もう随分いろんな関係になってきてますよね。で、そんなことをもう、俺にはもう、ね、はいはい、やっても、ええ、言ってみれば、お前が好きだって言った時点で、好きなものも嫌いになるっていう話をしてますから。それが嫌なんです。それが嫌なんじゃなくて、それは知ってるはずですよ、田中君。何度も言ってるわけです。まあ、だから、無理なんですよ。そこで。だたまに、覆る時があるから、それを期待したくなっちゃう。だから、それほどの、お菓子に威力はないです。お前の方が大きいんです、俺にとっては。お菓子より。わかります？俺が言ってもお前の存在の方が大きいんです。だから俺、愛の告白みたいになってますけど。なんだお前のこと、お前に対する関係は影響動画大きいよね。お菓子ごときじゃ覆らないんですよ。だから俺はお菓子があんまうまいときは、そう、それが。お菓子を自分が。そう、それを期待したいわけ。自分を、お菓子が自分を超えてると思ってますか？大間違いです。あなたの方がすごいです。ってことです。マンゴープリンじゃ、あなたには叶えません。だから、そのね、まあ、大津さんがその俺が勧めるものは、まあ、とりあえず否定から入るの分かってるし、うん、で、その中でも、その、もちろん、嘘ついてるって分かる時もあるわけじゃないですか。嘘はつかないですよ、僕は。いや、まあ、そう言うけど、でもまあ、例えば、でも、本人も言ってるわけじゃん。もともと好きだとしても、俺が好きだって言ったことによって、いや、価値が下がるとか。その時のね、ね、うん、その瞬間に嘘はつかないです、僕は。まあまあそうだけど、うん、例えば俺が、じゃあ猫が好きっていうこと一切言わなくて猫も飼ってなかったとしたら、別に大人さんは猫なんか全然可愛くねえとかって言わないと思うんですよ。うん、それ俺が猫が異常にこんだけ好きだっていうことからね、ね、うん、そうなるわけでしょ、うん、で、そういうのはわかるんだけど、その、俺の中で。猫はね、もう別に、これ口にしてもしょうがないんだけど、うん、猫っていうのは別に俺がどんなに嫌いだって言ったって分かってるでしょ、うん、別に、うん。猫飼ってるわけだよ。飼ってるから。
それはね、嘘にならない。いや、わかる。だから。ただ、本当に信じちゃう嘘はつかないですよね。いや、で、メロンクソまずいとかも。いや、それ本当なんだもん。本当なの。それは。本当なの。メロンに関しては。僕は残してますからね、給食の時。で、子供の頃はまた別かもしれないけど。子供の頃のまんまですもん。うん、メロンに関して。まあね、ただ、だから、大さんが、俺がメロンが。お前がメロンが好きなのか。周りが言ってるの。嘘なんですよ。いや、それは本当嘘じゃないんだよ。だって、俺そんなことで嘘つかない。周りの評価によって変わってしまうからなんですよ。いや、違う、大さん。ある意味そういうジャンルあるかもしれない。でもことお菓子とか猫とか野球とか自分の好きなものでそんな他人の評価で変えることはしない。盲点なんだよね。お前の一番見えてないところなんだよ、自分が。メロンだって俺本気でうまいと思って食ってっから。嘘つき。嘘じゃねえよ。嘘だけだ。